ちは。食べるにカツカレーの台とそばの台、外で食べていい？はい。うん、これ食べよう。すっごい天気いいもんね。外が気持ちいいはずよ。ね。来ましたね。ほら見て。今日はもうダブルビッグ。なんだっけ、カツカレーの大です。はい。あ、大だからカツが2枚ってこと。そうだよね。まあ小を頼んだことがね、わからない。ここはね、キミエさんがね、もう本当ここのカレー食いに行こう、食いに行こうって言ってるんです。ほれ、ほれ、ここはね、もう確実にこれ2玉いってないから。そば、そばの。そばの台。ここはさ、あれなんだよ。そばとカツカレーしかないの。で、それぞれそばの台と小、カツカレーの台と小。メニュー2食。そうそう。2種類の台と小だけ。ちょっとね、あとね、あのお弁当が多い。うん、うん。お弁当、皆さんがほら、何？お弁当食べに。いただきます。カツカレー。風があるから、ちょっと。はい。まず。うん、とうまそう。あ、じゃあ、先にいただきます。うん、おいしい。おいしい？相変わらず、うまい。いただきます。手に手を加えてない。そうそうそう。でもうまいみたいな。いや、これね、大だから麺が多い。すごい、麺がぎっしりだね。あのね、魚介類のスープだと思う。うん。ね。あのカツオの味が効いてる。うんうん。あの普通と違う感じ。カツオ美味しい。うん。なんかさっぱりカツオ、うん、だし濃い濃いって。うん。カツオだとあの薄味じゃないの。うん、生活がかかってるから美味しいのも食べない、安くて。多分そうだね。毎日外食だから美味しいところに行くんだって。んこれ牛じゃないの？すごい煮込んである。うん、牛、うん、うん、味、あの色がさ、うん、濃いぐらい多分すんごい煮込んである。煮込まれてる。うん、スープがうまい。あの、たまに食べに行きたいスープなんで、ほら、あまりないじゃん、この手のスープ。醤油ベースで、ちょっとあの、カツオっていうか、なんちゅうの、お魚系だよね。魚系の。そばはね、ほんとたまに飲みたくなる、スープを。後でスープちょうだいね。うん、うん、うまい。
屋どうぞ。ありがとうございます。はい、スパイシーな感じの味、ちょうどいい感じ。辛さもしっかり、だけどあのなんか馴染みのある味っていうの。恩返しをどうぞ。ありがとうございます。恩返しだ。とりあえずスルーで。スルースルーね。ね。ね。もう食感なんか一番うまい、ね、ここ麺は丸麺だね。丸麺でこれはいけない。ちょっと食べていい？チキンからブーの嵐が来ます。おいしい。それちょっとじゃないの？ワンブロック。ちょっとじゃないよ。ちょっとじゃないよね。美味しいでしょ。たまに食べたくなるっていうの分かるわ。甘口でもないし、超辛口でもないし、ほのかにほら、後からふわーっと香辛料の辛みがうまい。ちゃんとスパイス、ね、だし美味しい。ないとは、だしは初めて食べるけど、あ、いつもカレーだもんな。ゆみたんはね、カレー目当てにここに来るの。初めてそこを食べた感じがする。この前からゆみちゃんさんのカレーってずっと言ってるもんね。2時から2時、で皆さん早めに来た方がいいですよ。おすすめはね、11時から12時の間、12時になると近くのほらやっぱ農作業してる人とか現場にいる人とかタクシーのお兄ちゃんとかがうわーっと来るから、もう出たオープンしてすぐはゆっくり食べれる、ここだったらほらここまっすぐ行ってトンネル抜けてさ、米原に遊びに行くとかっていうコースの途中だから、ちょっとここでちょっと早いお昼食べて行くっていう手もあるもんな。すごい、でもコクがめっちゃあるよな。もう一個って寄せなくてもいい、回転しなくて。やめて。すごい腹もやり。すぐ持って行ってください。カラスがいたずらするそうだ。もうね、食べてる時にね、ほらあの子がね、もう狙ってます、悪さを。僕だって生きてるんだよ。僕だって食べないと生きていけないんだよ。そんなこと言わないでよ。紙芝居か。ちょっとお腹いっぱいになってくる。カレーやったら、無制限に入るって言わんかった？それでは、私は
カレーが好きなの。トッピングが好きじゃない。私カレーとご飯とカレールーでいいの。ルーだけがいいんですね。トッピング全然なくていいって。じゃあ限界しようぜ。ルーちょっと似てなかったからいいんだろうか。完食です。スープがめっちゃうまかった。これね、ルーがめっちゃうまかった、ねね、美味しかった。ごちそうさまでした。風が優しくなったね。ね、秋です ね、 ね、うん、食べたい。美味しかった。昼からお仕事頑張りますか。そうですね。ね。はい。はい。